この際、青柳仁志君から関連質疑の申し出があります。岩谷君の持ち時間の範囲内でこれを許します。はい、はい、青柳仁志君。日本維新の会の青柳仁志です。これまでですね、私、何度かこの場に立たせていただきまして、岸田総理にですね、元総理に質問させていただいた際に、こちらの与党の席からさまざまなやじをいただきました。その時にですね、ちょっと後ろの方から、いや、それはその通りだろうと、ぼそっとつぶやく声が聞こえまして、誰かなと思って、後で確認したら、石破総理でした。本当にですね、この方はですね、その自民党におられながら、まあ、やはりご自身の意見を国民目線で言う方なんだなと思っていたんですが、これまでの答弁聞いておりまして、まあ、残念ながら、そういった姿勢がだんだんなくなってきているのかなと、少し残念な気持ちでおります。午前中の小野寺委員のですね、質問の答弁の中で、政治改革について、総理はこうおっしゃいました。この議会の場というのは、この場だけで決めればよいのではなくて、主権者である有権者の皆様、あるいは有権者ではなくても、国民の皆様方に、いかにして納得をいただくかということが極めて大事なのだということをおっしゃっておりました。まあ、全くその通りだと、私は強く賛同いたします。この永田町の論理、あるいは我々国会議員が、その国会議員の中での常識で正しいかどうか、法的に正しいかどうかというだけではなくて、やはり今日テレビをご覧になっていると思いますが、国民の皆さんから見て、これは納得できるものなのか。その視点をですね、我々持って法案を審議し、予算を検討し、そしてそれらを決定していくということが非常に重要だと、私も同じように思いますが、まあ、従来から総理が持っておられた、この、まあ、個人としてですね、持っておられた、この国民目線の姿勢、まあ、これはですね、先ほどの発言通り、総理になっても変わっていないということで、ちょっと短く確認させていただけますでしょうか。石破内閣総理大臣。それは変わっておりません。ただ、党をお預かりする立場として、自分の思い通りにすべて動かすという、そのような党運営を我が党はいたしておりませんので、あくまで自由で民主的な自由民主党の総裁として、自分の考えをすべて押し付けるとか、そのようなことをするつもりもございませんが、思いが変わることはございません。はい、委員長、安倍君。ぜひですね、石破総理の思いをですね、思いで自民党を変えていただきたいなと、私は個人的に思います。そして午前中の山下委員のですね、発言の中で、まあ、前回の選挙の時に、総選挙の際にですね、まあ、2000万円がこのいわゆる不記載、いわゆる裏金事件でですね、対象となった方々のところに振り込まれたということについて、一番総理、こうお答えになりました。まあ、合法だとしてもですね、まあ、世の中にどう見えますかと。いうことが大事だと、もう一度そこは謙虚に反省しなければならないと、まあ、まさにですね、今申し上げた通りです。このですね、法的に正しいかどうかではなくて、やはり国民の皆さんから見て適切なのかどうか、これがですね、非常に重要だということを、まあ今日もおっしゃっておりますので、私はその言葉を信じたいなと思います。そしてそういった観点で考えた際にですね、まあ、昨年の、まあ、国会でですね、まあ、政策活動費についての議論がありました。で、これはですね、我が党も国民の皆さんから大きなお叱りをいただきました。これは真摯に受け止めて反省をしたいと思っております。我が党としては、まあ、自民党案がですね、まあ、少し前の話になりますが、自民党案ではですね、項目しか公開しないっていう話だったんです。ですから、まあ、今まで例えば個人の名前があって、そこに渡しきりのお金をあげたら、そこから先の領収書は公開しなくていいと。ただそれを項目、総務省の定める項目にすればいいという話に、まあ、今の現行の法律もそうなってます。それって、個人の名前が、じゃあ、なんとか広報費とか、なんとか政策費とかっていう名前変わるだけで、結局何もわからない。だから、維新としては、領収書の公開にこだわったんです。で、領収書をですね、なんとか公開できないか。まあ、その時は、じゃあ、どんな条件をつければいいのかという中で、じゃあ、10年後であれば公開できるというような話で妥結をしてしまったんですが、まあ、それ自体が国民の皆さんの理解を得られるものではなかったということ、そこをしっかりと我々はもう一度考え直さなければならないですし、そして維新の会はですね、まあ、他の政党、野党とは、まあ、野党の一部はやってると思いますが、まあ、我々はですね、まあ、結党以来、やはり政治改革に関すること、そして国会議員の、あるいは議員の身分に関することに関しては、
我々は法案を提出したらですね、その法案通りにまだ可決してなくても我々は実行するということをやってまいりましたので、それをそうした法案を提出することに、まあ、その組織内としての躊躇があったことも、まあ、これは事実だろうと思います。ですからその点はしっかり反省をしてですね、国民目線でこれはちゃんとした改革をやってるんだということを堂々と今国会からはやっていきたいと思います。これちょうど3日前にですね、新体制が発足しまして、まあ、新しい体制の下でそのような政治をこの国会でやっていこうと維新の会は考えております。まあ、そういった中でですね、先の臨時国会でこの政策活動費に関しては渡しきりで個人に渡したお金というのはその先の領収書が一切公開しなくていいという今の政治資金規正法上のこの渡しきりの支出を一切の条件をつけずにすべて廃止をするという法案を単独で出させていただきました。そしてそれとほとんど同じ内容になっておりましたので、昨日令和新選組を除く政党で言いますと野党7党すべてで共同で提出をさせていただきました。ですから、まあこういった反省に基づいて、やっぱり私、自民党さんもですね、一緒に反省した方がいいんじゃないかと思うんです。我々維新の会と一緒に。前回の、ね、国会の議論はやっぱり国民の皆さんの理解を得られるものじゃなかった。前回の国会で成立した政治資金規正法は、国民の皆さんから見たら、やはりちょっと落第点だったということだと思います。で、今回我々が提出した、この野党7党で提出した法案は、これは私、及第点だと思いますよ。これは何もその一切の条件をつけてませんから、ぜひですね、自民党にも賛成していただきたい。これから政治改革特別委員会、しっかり開いていただいて、先ほど総理、その議論の頻度が重要だと言ってました。ぜひ頻度をたくさんやっていただいて、年末までにこの理解を得ていただきたいと、この結論を得ていただきたいと思いますけれども、総理にですね、その、まあ、これはすみません、時間の問題で聞きませんが、そのようにお願いしたいと思います。で、内容について聞かせていただきます。政策活動費に関しては、ただですね、自民党案というのが昨日見させていただきました。で、我々の案とですね、自民党案というのは、基本的な骨格は一緒なんです。政策活動費の廃止、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員または構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないようにするということなんです。で、先ほど来から総理は、いや、政策活動費は我が党も廃止なんだと、こうおっしゃっておりますね。ところが、自民党案と我々野党案とで違うところが一箇所だけあります。何かといえば、政治団体という書いてあるところの後に、括弧書きが書いてあります、自民党案には。政党本部及び支部並びに国会議員関係団体に限る、括弧閉じとあるんです。これ、なんで限る必要があるんですか。これ、限ったらですよ、渡し切りの支出を、じゃあ政党支部から、どっかの政治団体にお金を移したら、国民政治協会ですか、移したら、そこから先の渡し切りはこれまで通り、政策活動費になっちゃうじゃないですか、いかがですか、総理。石破内閣総理大臣。ですから、それは我が党として我が党の案を提出をさせていただきました。御党と違うところはございます。今ご指摘のようなものでございます。ではそれがどうなのかということをこれから協議会でご議論いただき、最終的には法律として政治改革委員会でご議論いただくことになるのだろうと思っております。私自身その内容を全部承知をしているわけではございませんので、ここで断定的なことを申し上げるつもりはございません。ただそういうように政策活動費という名前のもとにですね、何に使われるかわけは分かりませんと、誰もそれをチェックできませんというようなことは全廃していかねばならない、私どもは思っておるところでございます。そういうのはご疑念が終わりだとせば、もちろん終わりなのでしょう。それは委員会の場、あるいは各党協議の場でご指摘をいただき、ご議論いただきたいと思っております。はい、これは総理が答えていただかないと、そしたらですね、お願いしたいのは、今日国民の皆さん、テレビで見ております、そしたら国民の皆さんの見てる前で、しっかりやっぱり説明していただきたいんですけれども。もし今日お答えがないっていうんであれば、これ、政党本部および支部並びに国会議員関係団体に限る必要は、われわれ野党はないと思っております、絶対ないと思っております、でこれあったら、だってお金移したら無限にいけるんですよ、これ、事実として言っておきますけど、政治団体を作るのは無限に何個でも作れます、誰でも作れます、ですね、でここで言ってるのは限ってますから、政治団体から個人にお金を、渡しきりのお金を渡したとしても、それは政策活動費と同じように、そこから先の支出を出す必要はありません。
で、政治団体に対して政党本部がですね、お金を送金すること、渡すことは、これはできます。上限の範囲内であれば、無限にできます。だからこれはですね、もういくらでも抜け穴ができるんですよ。ですから、ここをしっかり認識していただいてですね、今の自民党は抜け穴だらけです。明らかです。この過去書きをぜひ取っていただきたい。このようにお願いしたいと。それから先ほどですね、我が党の幹事長の岩谷議員のですね、質問に答えておりましたが、要配慮支出っていうのもなんかまたこれ、新しいスキームをつけてですね、でこれはですね、まあまあ3つぐらい項目があるんですけど、そのうちの1つに、公開することにより国の安全、外交上の秘密、その他の国の重大な利益を害する恐れがある支出とあるんです。で、まず申し上げたいのは、我々領収書のいらないブラックボックスのお金をなくそうって言ってるわけじゃないですか。今までずっとそれやってきたんじゃないですか。これ、なんで新しくそういうスキームを作ろうとするのかね。これは政策活動費じゃありませんとか言うんですけど、いや、我々は政策活動費を廃止しようとしてるんじゃないんです。領収書のいらない不透明なお金をなくそうとしてるんです。なぜその新しいスキームを作るんですか。これ、全くわけはわからない。それから外交上の秘密、その他の国の重大な利益を害する恐れがある質。私、野党第2党の日本維新の会の国際局長として、これまで今、政務調査会長を拝命いたしましたが、国際局長としてこれまで3年間ですね、さまざまな各国の要人と党としてさまざまな議論してきましたが、こういうお金が必要だったことはありません。で、前回のその議論、前回のですね、与野党の協議でもですね、なんか、なんですか、こう誰とどこでどんな話をしたかも全部公開するんですかとか意見あったんですけど、我々が言ってるのは、領収書を公開するっていう、領収書のどこに誰とどこ、誰と会ったかって書くんですか。なんならこっちが誰だったかすら書かないじゃないですか。なんで領収書が出せないんですか。まず全然わからない。それから、与党ならなおさらですね、それは政府としてやることなんじゃないんですか。政府として官房機密費を使ってやったらいいんじゃないですか。我々は少なくともこの要配慮支出のとしてですね、こんな新しいブラックボックスをこういうもっともらしい理由で作ろうとする自民党の姿勢が、先ほども言った通り、国民の皆さんから見て理解されないと思いますけれども、いかがですか。石破内閣総理大臣。から今、政調会長ご指摘のような点を、ぜひとも議論していただきたいと思っています。私どもは、今、委員がご指摘のような、そういうすぐ分かるような、そんな小細工は労しません。そのようなことを考えるつもり、いや、だからそういうふうにして決めつけないでください。少なくとも、この議論に参加をしている私どもの党の同志は、本当に真剣にこの話を突き詰めて考えてまいって、この案を提案しているものでございます。仮にそういうことがあったとしてもですね、我が党の案でいけば、国会内に設けられる第三者機関によって、厳格な監査を受けることになります。そこの委員は別にその時の政権党が任命をするものでもございません。そこはそれぞれの党からの推薦に基づいて決めるということを私どもの案としては提案をさせていただいております。もし今、委員ご指摘のようなことがあるとすれば、この監査が通るはずがない。私たちはそんな言い換えなものを提案をしていないし、そんなものを皆様方がお認めになるとは思っていない。そのためにこういうことを提案をしているのであって、また、維新の会の国際局長がどのようなお仕事をなさったか、私はつまびらかには存じません。ただ、私どもとして、いろんな交渉もいたしてまいりました。場所だけで分かっちゃうことってあります。何月何日にということがあるとすれば、あるいは場所がどこであるとすれば、その道のプロが見れば分かります。そういうことが適当であるかどうかというのを判断いただくのが、監査機関というものでございまして、私どもとしてはそういうような言い換えなことをいたすつもりは全くございません。阿部君、領収書の公開ができないというのはどういうことなんですかね。だからそれがですね、その最もらしい理由で、そういうことがで、領収書、新しいブラックボックスを作ろうって話じゃないですか、って簡単に言えばこれ、そういう姿勢が理解されないって言ってるんです。だからそこはですね、もう一度私の指摘したポイント、真摯にですね、聞いていただきたい。ね、すぐにそれを反発するんじゃなくて、それからですね、今、その監査を受けるとおっしゃいましたが、その監査っていうのは、この自民党案の中にある、いわゆる政治資金委員会、かっこ仮ってやつですよね。で、これはですね、
石破総理、先ほど来からずっと政治資金規正法の、まあ、第1条、第2条に書かれている趣旨のことをおっしゃってますよね。なんて書いてあるかといえば、政治団体および公職の候補者により行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするということなんですよ。ところが、この政治資金委員会のところに、自民党案には、総務省に提出しないって書いてあるんですよ。国会内で国民が見る機会はないんです。国民の不断の監視と批判のもとにさらされることはないんですけれど、その点についてどう思われますか。石破内閣総理大臣。これはすべて権限の延言は国政調査権に基づくものでございます。国政調査権に基づいてやります以上、それは国民の代表者たる国会、そこに国政そこが有する国政調査権に権限の延言はすべてございますので、国民の目に全く触れないというものではございません。総務省に出すよりも、国会のそういう機関のもとに置く、監視のもとに置くは、よほど透明性は増すものと考えておりますし、言い換えなことを許すような機関になるとは私は全く思っておりません。青柳君。だから国民が見る機会はないんです、自民党案では。それは事実です。そしてそんなことあります、ちゃんと読んでください。自分たちの作った案ですから、しっかり読んでください。国民が見る機会はありません。で、その時に本当に国民の不断の関心になるのか、いや、選ばれた人たちが見ればいいんだ、国会議員が見れば大丈夫なんだ、それを信じてないから政治不信が起きてるんじゃないですか。それを起こしたのは誰なんですか。もういわゆる裏金問題で政治不信ってなってる時に、まあ、もう一回我々が見るから信じてくれって、これが国民の皆さんから見て全然納得いかないんですよ。そういう感覚がおかしいと、まず私は申し上げてるんです。それから企業団体献金、ちょっと移らせていただきますけれどもね、総理は企業団体献金で政策が歪んでるとは思わないとおっしゃってましたね。ということは、もし企業団体献金で政策が歪んでるとしたらですね、これ、岸田総理は歪むことはあってはならないと、私との質疑、何度もおっしゃってました。歪んでいるとしたら、それはやっぱり問題があるというふうに思いますか。岸田内閣総理大臣。それは歪んでることがあるとすれば問題に決まってるのであってですね、そんなことはない謎という日本語にならないような答弁を私はいたしません。青柳君。だとすればですね、ここが争点なんです。我が党と自民党の企業団体献金に関する違いというのは、我が党は企業団体献金がこの日本の政策を歪めてると思ってるんです。で、自民党は歪めていないと言ってるんです。そこが争点なんです。まずそこを申し上げたい。その上で、例えば昨年の2月18日の朝日新聞のですね、アンケート調査にはですね、自民党の政党支部への献金企業にですね、アンケートした結果、半数以上が国または地方公共団体と直接もしくは間接的な取引のある業者でしたですね。そして先ほど、立憲民主党の大西議員への質疑の答えでですね、一番総理、こんなことをおっしゃいました。営利団体である企業が、利益を全く考えずに寄付をすることはないと。これおかしいですね。その利益を全く考えずに寄付をすることはないんですよね。で、その利益を考えながら、国または地方公共団体と直接もしくは間接的な取引のある業者が寄付するっていうのは、それ何らかの利益を求めてやってるじゃないですか。で、それを与えてるんじゃないんですか。ちょっと今、パネルを一つ、もう一つ例として挙げさせていただきますが、例えば今、まあ、ちょっと医師会ばっかり出して申し訳ないんですけれども、その医師会の献金、例えば例として出させていただきますが、まあ令和4年ですかね。の実績で言いますと、自民党に前、合計でこういうさまざまなスキームを使って、合計で 6.1 億円入っております。で、個人名は言いませんが、医師会が組織内候補として、まあ、自民党でやられている方個人になんと 1.8 億円も入っているということであります。まあ、この方、以前まで大臣をされておりましたけれども、まあ、こういったまず献金があります。その上でもう一枚パネルお願いします。その上でですね、こういったこの年にですね、この献金が行われた年に、まあ、医師会側の方はですね、こういうふうに書いてあるんです。まあ、全国の医師連盟の結束でプラス改定を勝ち取ると。で、診療報酬部分プラス 0.88% が実現と。献金の成果ですね。こういうお金を出して、要望をして、そして叶ったらこういうふうに献金をしてくれた企業の団体の方々、この団体の構成員の方々にこういうニュースで、お知らせしてるんですよ。
でこれほとんどの、これ別に医師会ばっかり申し訳ないんですが、他の政治、あの、なんですか、企業団体同じことやってますよ。同じことやってます。ですから出し手の側がですね、あの、何も見返りを求めずにやってるわけないじゃないですか。総理がおっしゃる通り、だって営利団体である企業が利益を全く考えずに寄付をすることはないってさっきおっしゃってました。その通りですよ。ただその見返りをじゃあ与えたことは本当に一度もないんですか。本当に彼らの要望陳情、まあ、与えてるわけですけれどもに対して自民党は一切配慮したことがないんですか。逆にそうだったら私は驚きますね。この 6.1 億円もお金もらっておきながら何の配慮もしないんですか。それはそれで人としてどうかと思いますよ。ちょっとその辺お答えいただけますか。石破内閣総理大臣。それはそういうものを頂戴したからこういうような利益を計らいますみたいなことはしません。そもそも先ほどあれなんか医師会ばっかり取り上げていらっしゃいますが、医師会って別に利益団体ではないわけでしてね、事業の公益性っていうのはきちんとこれは法律によって位置づけられておるものでございます。でそれはまるであたかもですね、医師会が自分たちの利益を得るために献金をして自民党がそれに向けてそれを対価としてですね利益を実現を図っているというのはそれは事実と反するものでございます。それが公益法人としてあるいは公益の団体として、例えば国民皆保険の維持とかですね、そういうもののためにどれだけの努力をしているかということを私どもは認識をしながら政策を遂行してきているものでございます。それはもう決めつけというものであって、私どもはそういうような権限性を持って政策を判断したことはございません。青柳君、あのちょっと質問にお答えいただきたいんです。あ、これ下ろしてください。あの私が聞いたのは本当に 6.1 億円ももらっといて何の配慮もしてないんですかって聞いたんですよ。でもし今のお答えがいやそれは配慮してないんですと、そういうお金はないんですっていうようなことをおっしゃってましたけど、だったら企業団体元気いらないじゃないですか。なくてもいいじゃないですか。これなんで、これじゃあもう皆さんに言ってくださいよ。いくらお金もらっても自民党は何にも配慮しませんよと、いいですかと、それでもいい人たちだけお金くださいと、そう言ってやってくださいよ。これなんかね、やっぱりおかしいと思いますよ。でそのあのそういうね、歪んでないとかもう、まあ、いずれにしましても今の例もちょっと出させてもらいました。でもこれ本当に一例です。午前中もいろんな方が指摘してましたが、争点はですね、歪んでいるのかいないのかなんです。そこなんです。我々の認識は歪んでいるということです。自民党の認識はそうでないということ、私はその点をしっかりと証明したいと思っています。で最後にですね、ちょっと時間がなくなってきましたが、ちょっと社会保険料、社会保障のことをですねちょっと取り上げたいと思うんです。で我が党はですね、年収の壁の引き上げにはまあ賛成の方針です。でこれはなんでかというと、やっぱりあの今までの自民党の政治のやり方ってですね、国民の皆さん苦しめてると思うんですよ。やっぱ賃金はこの30年間ずっと上がらない、 1.1% ぐらいなのにですね、ずっとこう国民負担率ばっかり上がってきて、もう 50% ぐらいになっているという、まあ、迫ろうという勢い、だから手取りがどんどん減ってるのに、また物価高の中で生活水準下がりますよね。で今年も補正予算もそうですけど、またその補正予算で毎年毎年ばらまくと。しかしばらまき先はですね、住民税非課税世帯とか、本当に一部の人たちに何度も厚塗りしてるだけだと、あるいは業界団体にお金を入れ続けてるだけだと、エネルギー、その価格高騰対策と言いながら、あの個人の方には行かずにですね、その企業の方にばっかり、団体の方にばっかり、まさに企業団体献金をくれてる方にばっかりですね、出していると、こういうことをやってきたから、だから今、国民の皆さんが手取りが少なくて困ってるんですよ。だからここをですね、しっかりまずは打破していかなきゃいけないと思うんです。でその時にあの、まあ、どっかで一点でこう突破してですね、それを全面展開していくということをやっぱり考えなきゃいけないと我々は思ってまして、まあ、あのそれがですね、103万円の壁とかなんとかでもいいんですが、我々はやっぱり社会保険料を下げていくというところがやっぱり本丸だと思ってます。103万円の壁っていうのは104万円になってもですね、まあ、1万円分103万円までの課税が変わるわけじゃないんです。104万円までの1万円の部分だけが伸びる率がちょっと下がるだけです。でも106万円130万円の壁っていうのはそこを超えると手取りそのものが減ってしまいます。ですからそういう壁がですね、あのなくなるように、やっぱり社会保険料そのものを下げていく、そういった壁をなくしていく、こういうことが重要だと思っております。で我々が戦わなきゃいけないのはですね、そういった103万円の壁というよりも、こういう仕組みをですね、作ってきて国民を苦しめている、何が一番壁になっているのかといったら自民党なんですよ。自民党の政治が壁になっているんです。これ自民党の壁なんですよ。だから我々はですね、そういうその壁を取っ払っていくような
まあ、そういう改革を行っていきたいと思います。最後に質問しますが、社会保険料を下げることでも手取りは上がります。そういった方向性で我々は維新の会は打ち出しをしていこうと思いますが、総理のその点についてのお考え、お聞かせいただけますでしょうか。石破内閣総理大臣。それは人口が減っていく、高齢化が進む、若年層が減る中において、どうやって医療であり年金でありという社会保障制度がサステナブルなものになるかということが一番大事だというふうに思っております。誰が得をするとか損するとかいう話ではなくて、そういう制度がきちんとサステナブルなものになるということに資するものでなければ政策として意味はございません。先ほど委員が自民党がそういうことをやっている証明するとおっしゃいました。本当に証明できますか。私どもそのようなことをやったことはございません。言葉はよく気をつけてお互い使いたいものだと思っております。お互いに気をつけてやりましょう。私はしっかり確認した上でここに来てますので、総理も先ほど来から私の質問にしっかり答えてない部分があります。先ほど来から向こうから聞こえてくるヤジもですね、しっかりご自身の自党の出した案をちゃんと理解してから、やじるなり答えるなりしていただきたいと私は思います。今のお答え聞いてですね、社会保険料、これ、どん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 毎年上がってて、今の現役世代、若者世代、本当に困っております。社会保険、この社会保険の壁をですね、なくしていく、これを下げていくという、そういうおつもりは少なくとも現在の石破総理にはないということははっきりと分かりました。今後の質疑を通してですね、しっかりと我が党の考え、これからも訴え続けたいと思います。以上、終わります。ありがとうございました。これにて、岩谷君、青柳君の質疑は終了いたしました。